はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、こちらのプラレール博 in 東京2015へやってきました。早速行きましょう。楽しみだね。はい。太陽眩しい。眩しいね。では2名様ですね。はい。では記念品を2つ受け取ってください。お願いしますね。1つずつでいいですか？あ、リニアでもう1つですか？どうぞ。はい、すみません。いってらっしゃい。はい。イエーイ、もらった。よし、OK。ボタンを押してねって書いてあるよ。はい、行きましょう。OK。わっ、リニア見てみよう。お、これ L0 系だ。L0 系。L0 系いっぱい走ってんじゃん。お、出てきた。プラレールじゃん。すっごすごい、すごかった。じゃあ次行ってみよう。これしかないね。はい、じゃあギントン。なんか新しいの出てる？なんか新しいの出てるじゃん。あ、ほんとだ。これサウンドいっぱいおしゃべりステーションとか出そうだね。あ、それの仲間たちだ。すごいね。すごい。あの鉄ちゃんを中に入れると音が鳴るみたいだね。スコップと鉄ちゃんと鉄ちゃんの鉄会社付き。でしょ？え、おしゃべりがトーマスのおしゃべり31種類、楽しい音が10種類だって。ゴー。結構すごそうだね、これ。ピストンが動くとか、ボイラーが光るとか、石炭投入とか。超ビッグだね。あ、ディズニードリームレールウェイだ。ドリーム？うわ、めっちゃキラキラしてる。何これ？ドリームって、ドリームレールウェイが。ドリームレールウェイが。すごいキラキラだ。かっこいいね。かっこいい。こういうの出そうだね。だからこれの音が。おお、このブルーの列車いいね。どうやってこの模型作ったんだろう。すごいね。エレクトリカルブリッジセットだって。ミュージック3曲、効果音16種。通るとなんか鳴るんだこれ。なんか鳴るんだね。なんかある。すごいね。プラレール博なのに N で。あ、本当だ。トミックス出てるの珍しいね。シンカリオン、新幹線変形ロボット、シンカリオン。すげえな。やい、思ったよりもかっこいいじゃん。来て。ちょっと期待だね。期待。今回の夏登場するんだってよ。ねえ、楽しみ。ちょっとそのシンカリオンのでっかいの見させてよ。
これだ。かっこいいね。予想以上にかっこよくてびっくりしたんだけど。輝きだって。結構簡単にスタンプラリーゴールしちゃったね。スタンプラリーゴール。ありがとうございます。やったよ、シール。シールもらった。で、これで貼れんだよね。いいね、今回はいい色系なんだね、色がね。やってみて。ボタン押してやってよ。急ブレーキすぎるでしょ、それ。頑張ろうだってよ。そりゃそうだ。はい、ということで今回はプラレール博 in 東京2015でしたね。どうだった？楽しかった。なんか規模的には去年の方がすごかったかな。今年はね、なんか展示物が少ないかなっていう感じしたね。でもいろいろあって面白かったです。そうだね、近すぎるからね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。